どうもこんにちは、エル様です。じゃあ3分プランク始めたいと思います。スイッチオン。よいしょ。じゃあ今日は何の話をしようかなというところなんですけれども、公式 LINE 友達の方からね、お題が来ました。自分のことを好きだと自覚した時の話。自分のことを好きだと自覚した時なんですけどね、わかんないっすいや、あのね、うん、物心ついた時から好きだったと思うんですけど、どうなんですかね。逆に自分のことを好きじゃない人って結構世の中いるじゃないですか。逆にいつ自覚したんですかね。もう気づいたら自分のこと嫌いだったんですかね。僕よくわかんないですけど、自分のじゃあ記憶にない次元の話で言ったら、絶対自分のこと多分嫌いじゃないじゃないですか。どっかで何かあって嫌いの方に変わるわけでしょと思うんですよね。そういう意味では僕変わらず生まれた時、きっと生まれた時はきっとみんな自分のこと好きだと思うんですよそのまま育っただけじゃないですかねとは思うんですけれども、いやー、何があってとかって考えると、まあわかんないんですけれども、なんせね、でもこれでもね、マシになった方だと思ってますあの小学生低学年ぐらいの頃とかはね、もっとひどかったですね、自分のこと、その好きな気持ちがどう超えてたというか、もう逆にだから自分のことを好きなんで、自分のことを好きじゃない人は世の中にいないと思ってましたから、今でもその節はあるんですけど、いや、その低学年ぐらいの時はもっとひどかったんですよ。だからクラスでいて、まあね、誰々ちゃんが誰々のこと好きやってみたいなあるじゃないですか、そんな噂がこう飛び交ったりすることで、僕以外、まあ別に僕の嫌いとかじゃないですよ、僕以外の、女子が僕以外の男子を好きになるってことがもう理解できてなかったですからね。俺以外の子を好きになるってありえるとかもうちょっと度が過ぎてるんですよねまあ今までイカれてるんですけど、いやいや、普通に考えて、まあ別に勉強できるし、運動できるし、友達多いし、見た目悪くないし、俺以外好きになるやつおるってもうそんな思ってたんで、いや、低学年の頃の話ですよそんなんでしたね。なんで、いつ自覚したって言ったらちょっと分かんないんですけれども、なんだろうな、あとね、ここ多分10年ぐらいだと思うんですけど、ポジティブとかネガティブとかいう言葉が出てきたのが、まあポジティブだなっていうのは思うんですけど、まあ昔そういう言葉なかったんで、自分がポジティブだとは思ってなかったんですけど、あれはありましたね、マイナス思考とかプラス思考とか、学生の頃はそんな話してたな、まあマイナス思考ではないなと思って、まあなんで、自覚した時って言ってますけど、何があったとかは分かんないですけれども、多分ですよ、僕が思うんですけれども、やっぱこれは親に感謝かなと思っててまあ両親に愛されて育ってたんでしょうね愛されて育ってるってことは、常にこう必要とされてると多分小さい時から思ってたんですよね。人に愛されるってそういうことじゃないですか。あ、自分がここにいていいんだって、自分が必要とされてるんだなっていうのを思えたんで、まあそういう意味で、まあ自分が好きって思えたのは、まあ親のおかげなんじゃないのかなと思います。あと、まあプラス、まあさっきも言ったように、まあね、まあ勉強もそこそこできましたし、運動もそこそこできたんで、まあいろいろね、できる自分っていうのは自分で多分積み重ねていってね、人に必要とされている、そしてできる自分っていうのが自分の中でできてる、まあ好きになりますよねっていうだけの話なんで、まあちょっと話変わりますけれどもね、なんか子育てとかされてるね、ご両親の方いたら、もうやっぱり子供のことを精一杯愛してあげてほしいなっていうのを思うなっていう、まあ別に偉そうなこと言えないんですけど、まあそんな話です。なんでいつから好きになったのかちょっとね、わかんないですね。またちょっとゆっくり考えてみます